これは全部純セレブスピーカーの作品グンです。これなんか形にこうあるなんか制限というかこんなのはダメだとかみたいなのはないですか。スミさんが来ないと形の制限どれがやってくれるかどうかわかんない、制限っていうことは、ね、はい、制限というかなんか これはこんなのはちょっと避けた方がいい。ああ、いや、あのもう感性に任せて作る。そうですね、はい、適当にやるのがいい。適当にやる最高です。違う、まあ、あんまりそのこうなんか、はい、詰めて詰めてって考えたところで、はい、その通りになるわけじゃないので、はい、うん、そうですね。だからワークショップとかやるとね、子供がすごく言うとするのを作ったりするんですよ。あ、うん、もうなんかあのなんか分かる気がします、子供が作る。不思議なもんで。じゃあ片岡さんから純セレブスピーカーの開発の経緯とかですね、はい、意義に関してちょっとご説明いただこうと思うんですが。そうですね、元はといえば、昨年2018年の4月末に、まあ、僕の友人である安富あゆみさんがあの新しい車を購入されたんですね。その新車を、インプレッサ、インプレッサですかスバルので、なんかそのあのその購入された時にそのインプレッサーにこう何ですか、その内蔵している純正 そのカーステレオの音が安富さんの気に入らなかったらしくて、ちょっとだけね。ああ、そうだ、大体いけたんだけど、まあ、そもそも車のステレオって音はそんな良くなる話がなくて、まあ、はい、まあ、無理なんだけど、まあ、それなりにちょっと、ね、毎日毎日聞くもんだから、いろいろテストしてみたらね、まあ、ちょっと気に入らないから、でも変えたところでね、変えたやつがいいかどうかも分かんないんだけど、うん、これだとちょっと辛いかなと思って、まあ博打で変えたんです、ね、うん、そうなんですね、うん、それであのそうするとそうした時にそのもともとついているスピーカーを取り外すわけで、そうそう、それであの納車の時に、ええ、であのこれじゃあ捨てときますって言って捨てときますって言われて、ええみたいなこれですよね、これ、あ、これですね、これと同じも同じものなんですけど、うん、いやこれはあの捨てときますんでって言われて、いやいや、スピーカーですよねって言ってスピーカー捨てるんですかって、なんかもったいないじゃないですかって言って、うん、あ、じゃあ置いておきましょうかって、じゃあとりあえず持って帰りますって言って持って帰ってきたんですね、うん、でそれで片岡さんにあのスピーカーもらってきたんだけど使えますかって言ったら、メールで写真がついててね、はい、間に合ってますっていう、今は間に合ってるからいいかなみたいな返事で、はい、まあ、僕がこう簡単な電子工作とかオーディオとか凝ってることはご存知だったわけですよね、うんうん、それでいるかなって、まあ、ちょっと僕はしかもカーステのスピーカーでしょみたいな感じで、まあ、僕はいいですみたいな、そうそう、うん、じゃあしょうがないなみたいな感じで、うん、じゃあ自分で作ろうと思って、うん、でその時どうやって作ったらいいんですかっていうふうに、ええ、僕のところメールが来て、スピーカーってこの 線からそのプラスマイナス引っ張ってアンプで繋いだら、うん、どこに繋ぐんですかってそういうぐらいのアンプがいりますみたいな、ね、それぐらいのアンプって何っていうあの状態ですよ、ね、まあ、なので僕がこうやってつなげば音出ますよと、でプラスとマイナス右左揃えてくださいねぐらいの感じでメールでお答えして、それであの安富さん工作あんま得意そうじゃないんで、できるからね、まあ、僕もあんまり得意じゃないんですけどね、その、まあ、あの木の箱とかでこうガンガン組むのも大変ですから、ね、あのまあ、ダンボールの箱に穴開けてスピーカーユニットっていうのはこういうスピーカー本体のことですけど、スピーカーユニットをダンボールに穴開けてボコって突っ込んだら、まあ、そこそこいい音するんじゃないですかみたいな、紙くず詰める、それで答えて、それで、あ、でも多分ダンボールの箱に詰めただけだと箱の中でちょっと、なんていうのかな、余計な残響というか共鳴がみたいなことを起こすから、箱の中に紙をいっぱい詰めると、くしゃくしゃにして、しかもいろんな、質感の硬い紙柔らかい紙を混ぜて詰めるといいよと、僕はその場にいなかったわけですけど、メールで、あの僕長年あの打楽器奏者をやってましてよ、あのこういろんな音の特性というのに詳しいもんですから、まあ、なんとなく見なくても大体どんな音がしてるかなんとなく想像つくんですね。それであの中に紙くしゃくしゃに詰めたらいいよと、それ僕やったことはなかったんですけど、僕自身は、まあ、そのようにメールで答えたわけです。まあ、それで、うん、じゃあということで、早速やろうと思って、まずあの、大和運輸に
行ってですね、で段ボール箱を買ってきたんですね、はい、でやっぱりその段ボール詰めるのにね、その辺のあのヘナヘナ段ボールじゃダメだろうと思って、うん、あのがっちりしたやつ、わざわざ買って買いに行って、はい、高いんですよあれで、高いですよ、ね、結構なんか700、なんか350円くらいするのかな、なんか忘れたけど、これと同じものですね、これと同じものです、ね、結構でかいの、はい、でちょいったらちょうどサイの国埼玉段ボールっていうのがあって埼玉在住、うん、でこれでこれにですねぶっ込んでやろうと、しかもまあこれがこれもう一個はあのセットがこっちです、あ、これ以外にこれが後部座席の方かな、これが、あ、後部座席のこれユニット同じなんですね、でも形なんですよ、ここ周りの形が違うだけなんです、そうそうそう、でこれをつけたんですね、でこれをこういうふうにね、はい、2つな、1個でもいいんだけど、2個あるからもったいないから、もうでしかも2回工作する気はなかったので、もうポンと2つつけたわけですね、つけたんですね、はい、それがあの、記念すべき純スレブスピーカー1号機、では積み込んでですね、で繋いでマーラー あの5番かなんかをかけたら、うわーみたいな感じで、そんなこの音はみたいなとかして、まあすごい音が、次あのマイケル・ジャクソン の、 あのビリー・ジーとかかけたら、ドンドンドンってすごい音がして、すっげえな俺とか思って感動してて、でそれで次あのもう今やらなくなったんだけど、あのウーハーも買ってこようと思って、であのセカンドなんですかセコハンの自動車パーツ屋さんへ行って、うん、一番安いこんなでっかいのを買ってきて、それを段ボールに詰めて繋いでたら、なんか鳴らしすぎたみたいでアンプが壊れて何か無茶した何か無茶したみたいで、まあ、繋ぎ方悪かったんです、でそれであの、まあ、ショートしたのかもしれないけど壊れて、あで、まあ、しょうがないから、で次の日からあの、古民家ギャラリーかぐやという滑川町の素晴らしいギャラリーがあるんですけど、まあ、そこで個展を、私の絵の個展を開くことになったので個展会場に持って行ったんですね、そこで片岡さんも初めて来て、うん、その個展会場で聞いて、うん、いかがですかね、いやびっくりしましたね、いやそのメールで安富さんからすごいいい音がしてるっていうように来たので、あ、まあまあ、まあ、まあそこそこいい音はしてるだろうと思ったけど、まあ、どれほどのものかと自分でも分かんなくて、まあ、自分で作って音出た時って、まあ、何でも嬉しいですからね、うん、まあ、でもどれくらいかなと思ったんですけど、実際に聞いた時結構自分がやり方をなんとなく山間で指示を出したとはいえ こんなにいい音がするとはと結構びっくりしたんですね、うん、2回目のライブジャーナルの質問というか僕のコメントなんですけど、先ほど安住先生が僕たちが消費者に成り下がっているということをおっしゃいましたけど、その果物贈り物の果物とか、まあ、一般的に果物とかが全部そうかもしれないですけど、あの均質なサイズのものが入ってて、僕たち消費者に届く前に勝手にそのあっち側でこうサイズと向かっていらないと勝手に判断して抜いて、それを僕たちがそれをもらってるっていう、そういう構造みたいなのを思い浮かんだんですけど、そういう感じでなんか安富さんから、そうですね、まさしくだからこの、まああの片岡さんは割とねこの左右均等にちゃんと作るんですけどついつい私はもう左右の形も大きさも全然違ってて、でこれステレオで鳴らしてるのに左右で音違ったらダメだろうって思うんですけど、いや右と右と左耳違うからいいじゃんっていうのが私の考えで、その右と、ね、左の耳が両方とも均質だったら均質な音でないといけないけど、はい、どうせ耳と左違うんだから同じもの鳴らしてもダメじゃんって僕あの、ね、実は僕も割とまあそんなんでいいと思ってはいるんですけど、あのそういう風になってると人を不安にさせると一応見かけだけでも揃えとこうかなという、そんなもんなんで、いちいち均質にする意味なんかスピーカーですらないんですよ、あだから私のスピーカーは右と左を変えると音変わっちゃうんですけど、いいじゃんどっちでもっていう、そういうことですよね、その人間がの聴覚で音楽的だなと感じるもの、美味しいなって感じるものっていうのは均質っていうこととはまた違う、関係ないですよね、関係ないですよね、うん、その果物の話と多分一緒だと思うんですけども、気に入るかどうかなんですよね、でそのためには自分の気に入るものを自分で作るのが一番いいに決まってて、うん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 、それやっぱすごく出るんですよね、だから片岡さんが作るものと私が作るもの、同じ純セレブスピーカーでも音が全然違って、違いますね、ユニットの選び方とか、うん、この作り方詰め物とか、なんか本当自然に変わってきちゃうんですよね、そうですね、
でやっぱ聞いてる音、鳴らしてる音楽でいつもだからそのスピーカーを鳴らしながら作るんですけど、未完成の状態で鳴らしながらこう紙貼っていったりするんですけど、そうすると鳴らしてる音楽によって違ってくる、出来上がりがね、はい、だからなんかそうするとそのとにかくそういう形で自分の好みっていうのが決定するんですよ。そうじゃなくてそういう生産者が決定するんじゃないんですよ、うん、人が決定したものをはいどれですか、選択の自由があなたにありますとかいうのは自由じゃない、うん、もうすでにもう閉じ込められてるわけです、選択肢の中に。そうじゃなくて自分が作るっていうのが、うん、自分でやると、うん、これがやっぱり私たちをその破滅から救う一番大事なことじゃないかと思うんですよね。